はい、どうもです。今回はですね、こちら、油坊主っていう食材ですね。ずっとマサルが食べてみたかった食材、ついに入荷できました。北海道の深海で採れて、この沖永良部島に来るまでに1週間かかっております。よくここまで来てくれた。で、これなんでおマサルがこんなに食べたかってたのかと言いますと、この魚、油坊主って名前なんですけども、名前の由来が油が乗ってるからなんですよ。まあ、油が乗ってるだけの魚かって思うじゃないですか。違う。体の 50% 近くが油でできてます。人間で体脂肪率なかなか 50% 目指せないですよね。それだけじゃないです。油が多すぎて食べると腹壊すと言われてます。まあ、世の中にはですね、バラムツっていうワックスエステルっていう食べれない油を含んでて、それで食べるとちょっと腹下しちゃうよねっていう魚もいるんですけど、こいつは違いますと。ただの中性脂肪でできてます。で、そんだけ油が乗ってる魚どんな味するんやろってね、今日気になってる次第でございます。はい。で、ちなみになんで腹壊すのかっていうのは、これは伝わるかわかんないんですけども、めちゃくちゃ霜降りの肉を大量に食べた次の人が腹壊さないですか。あれと一緒ですね。単純に油の取りすぎで腹を壊すと。幸せなことですよ。というわけで説明が長くなってしまったんですけども、早速観察していきましょうか。はい、こちらが油坊主ですね。見た目はですね、結構普通の魚、クエとかに、ね、似てますよね。で、こんだけ似てるんで、昔はクエって言ってね、偽装して販売されたりしてることもあったみたいですね。ちなみにクエよりね、もしかしたら美味しいんじゃないかと僕は思ってます。これ魚好きな人にしか分からんと思うんですけど、普通1週間ぐらい経つと魚って身がね、柔らかくなってくるんですけど、なんかね、おかしいぐらいまだ張りがあります。これは油のせいなんかな。で、油坊主はですね、内臓の中にある肝臓が毒があると言われてるんですけども、これね、めちゃくちゃ調べたんですけど、何の毒なのか出てこなくて、まあ、ただおそらくね、あのネット上に転がってる食中毒になった症状を見てる限り、ビタミン A 中毒なんじゃないのかなと思ってます。ビタミン A って取りすぎるとね、肌がポロポロむけたりね、結構ね、危ない物質なんですよ。まあ、こいつに限らず、巨大魚の肝臓は過量のビタミン A が含まれてる可能性があるんで、まあ、みんなね、あんま食べない方がいいと思う。完全に話しとるんですけど、油坊主可愛くない？一番魚の中で可愛い気がする。可愛いよな。ちなみにね、こいつは北海道の室蘭水族館にいるらしい。推しに会いに行こうかな。冬場やってないみたいやけど、北海道まで推しに会いに行こうかな。ちょっと会いに行きたくなってきた。まあ今から食べるんですけどね。はい。というわけで早速調理していきましょう。いや、めちゃめちゃでかいな。ちなみにでかいでかい言ってるんですけども、大きいやつだと80キロぐらいになるらしいです。こいつが10キロぐらい。鱗は小さくてかなり取りやすいですね。やっぱり太ってる魚かわいいな。よっしゃ、反対側。油で腹壊すって言うと、二郎ラーメンめっちゃ好きなんですけど、あれ腹壊さない？俺だけ？二郎ラーメンでめちゃめちゃ腹壊すの。あれ油多すぎて腹壊すよな。ちょっと待って、みんな。わ、これわかんないか、伝わんないな。どうしよう。この鱗落としてるこの汁にもうめっちゃ油が光ってるんだけど、白いまな板やったからわからん。やば、初めてです。魚めっちゃ油がギトギトなってる。はい、それでは綺麗になりました。そしたらね、頭を落としていきましょうか。よいしょ。普通に柔らかみ。わ、肝臓一体化してる。うわ、この、すごいな、これ、肝臓。一週間経ってこのクオリティ？皆さんよく考えて。これは食える。ビタミン A 中毒ならない方法、一つあります。ちょっとしか食べない。足見はできるやろ。そして、久しぶりに見た、アニサキスですね。よっしゃ、反対側。待って、これ、絶対肝臓うまい。みんな肝臓食べちゃダメって、さっき俺が言ってたんですけど、マサルは食べます。あ、骨柔らか。さばきやすいな、この魚。やっば、マジでやばくない？牛脂ぐらい油乗ってるやん。待って、これ絶対に肝臓うまい。もうこんなフォアグラと一緒よ。フォアグラよりうまいんじゃないか。ちなみに最悪の最悪、男は食べてもいいんですけど、女性の皆さん、特に妊婦の方は本当に避けてください。妊娠中にビタミン A 中毒になると、お腹の中の子供が先天性の障害をね、患う可能性があるらしいです。妊婦の方は絶対食べちゃダメですよ。もう男は最悪大丈夫。あ、ダメダメやな。ダメって言うとこ、うん、俺は食う。じゃあ胃袋の中もね、開けてみましょうかね。うわ、胃袋の中腐ってるな。さすがに魚の骨が出てきてるんで、やっぱりね、しかも結構でかいの食べてますよ。やっぱ肉食系の魚なんですね。しかも全然臭くない。一週間経ってこれですからね。仕立て屋とね、漁師のレベルがかなり高いわ、これ。普通ね、胃の内容物こんだけあったら一週間経ったらこう、腐ってますからね。はい、そしたら、この血合いをね、落としていきましょう。
さすがに分かるんじゃない、油が浮いてるの。異常なテカリしてますね、油。というわけでここから三枚おろしにしていきましょう。これはいかついぞ。いきます。あ、でもそうか、だいぶ油乗ってるけど見た目が白いからちょっと分かりづらいな。じゃあ反対側。あー、骨が柔らかいな。骨が柔らかくて難しい。包丁スパスパ切れそうなぐらい柔らかいな。あ、全然切れるわ。流す音と同じ柔らかさだ。柔らか、気持ちいい。はい、というわけで三枚おろしが終わったんですけども、今日はですね、刺身はまず外せないじゃん。で、あと塩焼きと、そして肝を茹でたもの、こちらを調理していきましょう。さて、切っていきましょうか。わ、もうこれで致死量です。もうこれ以上食えないはず。じゃあどんどん切っていきましょう。ちなみにこんだけ油の話してるんですけど、マサルはさっぱりした魚が好きです。時々ね、こういう油乗った魚も食べたくなる。で、こっち側刺身にするんですけど、魚油ってすぐ酸化して臭くなっちゃうんで、もう食べる直前にね、切ります。はい、そしたらこのおそらく絶対に腹を下すであろう量の致死量の油棒で塩を振っていきます。久々にこれ使ってる気がする。じゃあそしたらこいつを焼いていきましょう。セット。じゃあね、焼いていきましょう。多分油敷く必要ないはず。やばい、めちゃくちゃ油染み出してる。で、めっちゃいい匂いする。あっつ。で、待って、油出すぎやろ。あっつい。やばくない？はい、そしたら肝を茹でていくんですけども、みんな思ったと思う、アニサキス取らなくていいのかと。取る必要ないです。サバの味噌煮とかでもアニサキス食ってるから。アニサキス食べたことない人の方が少ないと思う。みんな食ってます。嫌な事実を言いました。アニサキスは食えます。みんな焼いて食ってる。ただね、アニサキス生で味わって食べると美味しくないです。生では食べない方がいい。意外と油浮いてこない。みんな俺が皮膚剥がれたら笑ってくれよな。うわ、サメの匂いがする。臭いぞ。よしよし、そしたら腹骨を取っていきましょう。うわ、ここはやばいな。油で包丁が滑る。そしたら皮を引いていきましょう。めちゃめちゃ皮引きやすいわ。わあ、これは楽しみや。あの、意外と見た目的にはクオリティの高いブリとあんまり変わらないかも。どうなる味。早く食べたい。ちょっと油が伝わりづらいと思うんで、透明の皿用意しました。透明の皿ってわかるよ。これ一回置くじゃん。わかる、これ映るか。これ置いた場所に油がつく感じ。意外と茹でたらポロポロやな。うわあ、すげえ。うまそうだ。ミントあった。これは絶対うまいでしょ。食わなきゃ損でしょ。油坊主の肝食わずに死ぬ人生やったらもう食当たりしよう。はい、絶対うまいです。完成です。
はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあ塩焼きからいきましょう。うわ、ちょっと待てよ。とりあえず塩味薄い。うわー、これはおもろい。おもろいぞこれ。おもろ、これは好き嫌い分かれるわ。味としてはむっちゃうまいですよ。口に入れた瞬間、魚の香りもいいし、食感もいいし、うまみもすごいし、ブワーってきて、めっちゃうまいですよ。めっちゃうまいんやけど、後味がずーっと脂残る。なんだこれ、すごいな。うわー、すごい。これ魚食ってるのにサーロインのギトギトの肉食ってるみたいな、そんな感じですね。がっつりした味好きだったらめっちゃ美味しい。ちょっと濃いな。うわ、なんだこれ、うまい、めっちゃうまいけど、これは腹壊す理由がわかる。桁違いですね、普通の脂乗ってるより。油やば。じゃあ、あのほぼ油のハラミいきましょう。うわー、怖い。わ、これは俺正直苦手やな。すっごい味、あのバターをかじってるみたいな味します。あー、あー、やばい、口の中の油が取れん、ネチャネチャする。じゃあちょっと普通の背の方も食べてみましょう。背の方、うわー、すごいな。油が、後味がすごい。背中はね、マグロの大トロぐらいの油ですね。これはね、美味しいです。背中は美味しい、ちょうど美味しいぐらいの油やな。味はね、クエの代替品として使われてたとか書いてありましたけど、全然クエの味と違いますね。全体的にまだらに近い味、回遊魚って感じじゃないね。じゃあそしたら肝、これはね、もう保証します、 100% 美味しい。めちゃめちゃうまいけど脂濃いな。これもこれは腹壊すわ。すごい面白いなこいつ。はい、それではごちそうさまでした。今回ね、念願の油坊主を食べてみたんですけども、これはねぜひ食べてみてほしい。みんなに、魚じゃない、おもろいということでね、これ以上食べると僕は腹壊しちゃうんで、島の人に配ってお腹壊させに行きましょうか。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。